本日はユーザーカスタマイズについての紹介をさせていただきますメータータイプは LCD マルチインフォメーションディスプレイ装着者または TFT マルチインフォメーションディスプレイ装着者がありますユーザーカスタマイズ操作時の注意事項としてユーザーカスタマイズ操作時に DLC コネクターに診断機等が装着されているとカスタマイズ設定はできません LCD マルチインフォメーションディスプレイ装着者のユーザーカスタマイズ方法について紹介いたします 車両停止時、オドメーター表示中に、オド、トリップ、ディスプレイスイッチをカスタマイズモードになるまで押したままにすると、項目ナンバーが表示されます。オド、トリップ、ディスプレイスイッチを押して、項目ナンバーを変更します。設定を変更する項目ナンバーの表示中に、オド、トリップ、ディスプレイスイッチを設定内容が変更するまで押したままにします。 続けて他の設定を変更する場合は繰り返しますカスタマイズを終了する場合は OD トリップディスプレイスイッチを押してエンドを選択しエンド表示中に OD トリップディスプレイスイッチをオドメーターが表示されるまで押したままにします次に TFT マルチインフォメーションディスプレイ装着者のユーザーカスタマイズ方法について紹介いたします TFT 画面に表示される項目を 選択、決定することで様々な機能をカスタマイズできます。車両停止時にステアリングパッドのメーター操作スイッチ、エンターを押してカスタマイズ設定画面に切り替えます。ステアリングパッドのメーター操作スイッチ、上、下、エンターを操作して次に示す項目を設定できます。設定初期化方法について説明いたします。 LCD マルチインフォーメーションディスプレイ装着者のカスタマイズ項目の中でメーター表示項目は設定初期化することでリセットできます。オドメーター表示中に表示切り替えスイッチを長押ししユーザーカスタマイズ画面に切り替えます。デフォルトが表示されるまで表示切り替えスイッチを押します。デフォルトの表示中に表示切り替えスイッチを長押ししクリアを表示後 再度長押しします。クリアの表示が点滅後、オドメーター表示に戻り、次の項目が初期化されます。次に TFT マルチインフォメーションディスプレイ装着者の表示設定初期化について説明いたします。メーター表示の設定のみ、初期化することができます。基本画面表示中に Enter を押して設定画面を表示します。 上下スイッチを長押しするか、数回押して、設定画面の画面を切り替え、表示設定初期化を選択し、エンタースイッチを押します。上下スイッチを押して、はいを選択し、Enter を押します。次の項目が初期化されます。